はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もね、大人気有段者は、有段者でね、間違えた高段者は何を考えているのかというね、シリーズやっていきたいと思います。有限の間っていうね、対局サイトいつも使ってるんですけども、まあこれ日本金さんがね、提供してくれてるインターネット対局場でして、まあ非常にこれね、おすすめのサイトでございます。ぜひともまだ見たことないよっていう方はね、あの有限の間で検索してもらえればね、簡単にね、登録とかできると思いますから、ぜひともご覧ください。こうやってね、今日なんかですと羽根先生と一力先生のね、こう生中継でこうタイトル戦ね、やったりとか、それ解説もついたりねしますので、ぜひともね、こういったところもね、プロの先生の子もね、どんどん見ていただいたらいいのかなというふうに思います。はい、それではね、今日も私も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは対局始めます。よろしくお願いいたします。はい、さあ始まりました。今回はですね、私が白番で、お相手の方黒ということでお願いいたします。ま、黒ね、小目から小目小目と来ましたね。私はじゃあ今度星星とやっていきたいと思います。さあ、で、大ゲーマじまりですね。これね、最近流行ってますね。小ゲーマよりも大ゲーマとかね、二軒高じまりとかね、そういった形最近すごく流行っておりますね。はい、これに対してはですね、ま、あの、ま、特別ね、スタート意識しなくてもいいと思うんですが、とりあえずかかりましょうね、何かね。こちらもね、締まられるとやはり大きいですので、一見高がかり、小ゲーマがかり、大ゲーマがかり。まあ、このあたりでしょうね。はい、まあ、簡明なちょっと大ゲーマがかりでね、やってみたいと思います。はい、この手もね、最近ね、ちょっと見ること少ないですけどね、簡明なね、展開がいいなっていう人にはね、割合おすすめな手かなと思います。はい、挟む。まあ、こすんでくれば開いて、定石終了ですし、挟んでくればね、こちらの方つけて、で、まあ、跳ねてくると一般的なんですが、実戦はこう伸びてきましたね。なので、まあ、これはしっかり繋がっておきましょう。はい。で、ここで、そうですね、下がっておきましょう。はい。で、これでね、しっかりと地を通って、なんかね、星からの定石みたいな形にね、戻りましたね。ただ、この場合はね、こちら壁ができましたけども、こちらの方にね、黒石がないですから、まあ、基本的にはね、不満がないのかなという展開ですね。この後何か星か星下か。打っておきまして、この壁がね、なるべく生きないようにしていこうというところですね。はい、この辺り打っておきましょう。で、まあこれぐらいでね、囲ってくるようだったら、もちろんね、この幅でしたらそれは仕方ないかなというところですから、白何かね、守っていきたいと思います。どう打つんでしょうね。まあこの辺にしまっておくぐらいですかね。ちょっとこれにやっぱり次挟まれるとね、弱いですから援護を送っておくという感じですね。はい、でかかりですから、まあ、挟むか受けるか。まあ、かかられたら基本的にはね、挟むか受けるかどっちにしようかなっていう感じですね。まあ、挟み方いろいろありますけどね、その使い分けってかなり難しいですから、まあ、何か得意なパターン1個ね、挟み方持ってればいいんじゃないかなと思います。ただ、ま、この場合こちら黒ですから、挟むとね、いかにもね、ちょっと戦いになってしまいそうで、黒強いエリアですから、まあ、ここは受けましょう。ね、しっかり受けておきたいと思います。はい。さあ、これね、持ち時間8分で、あと6分になっちゃいましたんでね、割合急がなきゃいけないなという感じなんですが、そうですね、ここでは、まあ、何かね、左辺のあたりが広いので入るか、あるいは右側も広いので自分を囲うかという二択だと思います。基本的には弱い石がない場合は、まあ、広いところを探していこうということで、1,2,3,4,5,6,7,8,9 軒幅ですね。広いっていうのは石と石の間が空いてれば大丈夫ですね。ここも 1,2,3,4,5,6,7 個ですから、まあ、こっちの方が広いんで、なんかここをね、一着打っておきましょう。どう打つんですかね。ここ打つと言ってもね、そこから今度ね、細かい地点決めていくんですけど、どこがいいんでしょうね。こういうの大体、まあね、どこ打っても似たようなもんなんですけどね。はい、なんで、まあこの辺、エイヤと星打っときましょう。点があるとこ打っとけばね、大体間違いないです。で、黒は引き続きね、自分の方を広げるか、入ってくるかっていうところですけどね、どっちで来るでしょうね。あ、引き続きこうね、自分の方を広げて、まあ、黒の方が広いぞーって言ってるわけですね。はい、いいですね。で、ここでね、私も結構広いんで、簡単にはね、入らないで、ちょっと私の方が広いぞーって私もやってみましょうか。どっちですかね。この辺にちょっと打ってみましょうかね。こんな感じで、どうですか。はい。まあ、雰囲気だけですけどね、こうね、打って、まあ、黒さんの方をちょっと入りつつ、私も起きようと。おお、さらに来ましたね。なるほど、なるほど。そうですね、こういう展開が一番ね、難しい、悩ましいとこではありますけども、そろそろ左側でも入りましょうかね。はい、ここどっから入りますかね。難しいとこですが、まあ、ここの辺にね、入ればちょっと無難ですね。次に繋がるぞーっていう程度、二間開きするような手もありますね。ただ、こちらにいきなり入ってく手もあるんですかね。あと、最近なんかだとね、こういうとこつけてね、様子見るような手ありますけどね、私その辺よくわかってないんで、まあ、この辺から、じっくり入っておきましょう。ね、無難に。まあ、何かね、繋がる手と、そう、こっちの方が嫌ですね。詰められる方がね。これだと、そうですね、どこに打ちましょうね。これは、
結構黒もね大きいですからね。はい、一回はなんかねちょっとこういう大ゲーマーってね、大体このままねそのまま陣になるとね嫌ですから、一回はなんかねどっかつけておきましょう。三三つけといてね、ちょっと様子見てみましょう。はい、これならばまあ隅がね、後で張ってコウにする手段がね残りましたから、これで OK ということで、はい、こっち繋がっていきます。はい、まあ、これはね後でちょっと手にしていこうというような感じですかね。はい、でも黒はこの辺ねバッチリですね、こう打たれるの嫌ですね。はい、でここで跳ねるか伸びるかどうですかね。跳ねていくとまあこの2目取ってもね仕方ないですから、ここはねただまあ一応まだ決めなくてもねすぐ打たれることもなさそうなんで、私の方もねしっかりとじゃあ入ってこれないように、来にくいようにねしっかり閉まっておきましょう。右側も大きいぞと。さあこれどっちが大きいんでしょうね。難しいところだとは思うんですが、あ、で下がりですね。あ、これはなんとなくねちょっと嬉しいなっていう雰囲気ですね。これここがねさっきまで渡ってなければね当然なんか隅飛び込まれたら目が怖いなと思ってね受けるんですけど、今はね入られてもまあ目ぐらいありそうですよね。なんでまあしっかりねこちらでじゃあちょっと目作っときましょう。これだったらもう絶対飛び込まれてもね心配ないですから、手を抜いてどっか打ってますね。どこが大きいですかね。まあやっぱ隅が大きいですかね。隅取っときましょうかね。三三入られると嫌ですから。あとはここね、二間なんでちょっと切っていくような狙いもあるかなとか思いながらですね。まあしっかりね、とりあえず隅取れるもの取っときましょうね。隅取って、で次打ち込み狙ってます。これ。ここちょっと薄いんでね。まあ切る手とか打ち込みとか狙って、隅取りつつ狙うという感じですね。はいはい。で、これで上へ跳ねてき、あ、ここ来ましたね。つけてきました。はい、これも黒模様を広げつつというところですね。ですけども、これはね、やっぱ付けには跳ねよです。付けには跳ねよ。これね、まあ非常によく出てくる格言ですね。はい、まあ跳ねか伸びなんですけどね。実際はね、跳ねた方がいい時と伸びた方がいい時ね、半々ぐらいだと思うんで、その時によってね、決めていただければいいのかなと思います。はい、ここで、まあ伸びればね、一般的ですけども、伸びたらこうぶつかる。引いたら、まあ継ぐか伸びきるかっていうところですね。はい。ですね。まあこの形はね、よく出てきますね。はい。必ずこれね一回ねぶつかりたいですね。ぶつかることによってこの切りを防いでるわけですね。今度切ってきてもグッと取れますから。はい、で、この後はどうですかね。まあ、押していくのもかなり大きいですね。もう押していっちゃいましょうか。押していくか打ち込むか隅のね、こうさっきの三三打ったやつをねちょっと一気に行くかっていうねこの三択なんですけどね、どうしましょう。ここでもね分かりやすいしここ打っときましょう。なんとなくこうね右が大きくなりそうですからね。これはまあ跳ねてくるか伸びてくるか、あ、伸びですね。まあ跳ねだったらもう一回打っていこうかなと思ったんですけど、伸びなんでこれだったらね一回とりあえずちょっと得したんで、満足をして、他に行きたいと思います。どこでしょう。ここねコウになるんですけど、コウ材ちょっとよくわかんないんでね、やっぱこちらから打ち込みから打ってみましょう。はい、ここもそうですね。なるほどなるほど。でこれはコスミですね。コスんだ場合はだいたいこれ一回はね出ておいてみますか。はい、出て、ここでね、まあ、こっち打っておけばね無難ですね。もう繋がっておきましょうね。なんとなくねすぐ助かるのがこの方が、まあなんかこっちのツケとかね打っていく手もありそうなんですけどね、まあこの方が分かりやすそうな感じはしますね。はい、で、これに対してそうですね、次跳ね出しあるんでしっかり打っておきましょう。はい、これでまあなんとなくね繋がって、下辺の方に入ったかなというイメージです。はい、で継がれて、そうですね、継がれるとまだ割り込みがありますね。割り込んで取って当てて当ててで、この3つ結局取られちゃいますね。それもちょっと嫌なとこなんで、じゃあここはしっかりねこちらにかけついでおいて、次ここの切りないですからね。でかつ次飛び込み狙うよということで、受けてこられましたね。はい、受けてこられましたので、どうするんでしょうね。ここでちょっと難しいんですけども、コウの具合と言ってもね、コウ材もちょっとよくわからないんで、やはりねこうなってくるとまあここを押していくのか、あるいはまあここからねちょっと黒さんの方に入れてって言っていくのがね、ちょっと入れてくださいってやってみましょうか。ここからね少し、はい、ここね入っていくと大きいですからね。でちょっとここを入りつつの少しこの辺の傷も見つつというのが打てればいいんですが、どうでしょう。ちょっとこの辺からどうでしょう。少しずつね入っていきつつ見てみましょう。はい、この辺はまあね少しでもこう幅を小さくしたいよっていうような感じの手になります。はい、で、ここで黒さんどうしますかね。これ難しいですね。地だけで言えばこっち伸びたり桂馬したりしたいと思ってるんですが、まあ、この辺の切りをちょっとね読んでると思います。切り具合がね。はい、でそうですね、これは第一感はここに跳ね出したいですね。跳ねて切らせてビヤーっとここにね黒さんの中にお家にお邪魔しますとね入っていきたいところなんですが、やってみますか。ちょっ
と読めないけどね、これ打ってみたいですね。はい、はい、気分としてはここで、まあ伸びちゃうとでもね、ここ切られてここも怖いですもんね。なんでまあ切ってくるとは思うんですが、切ってきたらビャーですね。はい、これがどうなるかですが、まあ入れれば当然白がいいんですけど、入った後に何かね逆襲があるかないかがまあ勝負どころというところですね。はい、ですけども多分なんとか入ればここにね桂馬の位置にいるんでなるのかなというところなんですが、あとは割り込みですね。あ、そうですね、黒はこれがとてもいい手な気がしますね、打たれてみると。はい、これでこうやってついで切っていくとね、逆に切られて自分が持ってかれちゃうんで、そうですね、黒さんこの割り込みすごくねいい手だったんじゃないかなと思います。これでそんなには深く入れないですね、やっぱりね。はい、なのでここで切るわけいかないですからね、まあ駆け継ぎぐらいで、はい、次切りますよと言っていますので、ただまあ黒が継ぐ手が先手ですからね、それからはい、まあこっちを抑えれば十分に抑えられるんじゃないかということですよね。はい、ここでねどうですかね、この辺のこうやってみますか、ちょっとね一回様子見てみましょう。はい、そうね、さっきの当たりとかも打たない方が良かったですね、本当はね。この辺コウ材にしとけば良かったですね。うん、そうでした、そうでした。これに対してどうなんでしょうね。まあただちょっと難しいのは、そうですね、本気で全部取りに来た時はかなり難しいですね。ちょっと様子見、うん、はい、でこうなって、はい、そうですね、周りがだいぶ強くなったんでね、ここまで強くなると実際はかなり、生きるかも怪しいところではあるんですけども、やってみたいと思います。あー難しいですねこれね。いやでも本当にね、こうやってね、私なんかの碁をね、こうやって多くの人がね見てくれて本当ありがたい限りですね。うん、少しでも本当、まあ正直ね、私の方が正しいってことはありえないですから、はい、まあ何かね参考にしてもらうっていう程度でね見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、あ、黒はこれね素晴らしい最強手です。そう、私だからもうちょっと早めに様子聞いとかなきゃいけなかったですね。これ外出てってもちょっと生きる自信ないですね。はい、なんでこれはね黒のお手本と思ってください。私もうちょっと早めにね、ぶつかったりして様子見ておかないと、ここまでね強くなったんで、そう、相手は本気で取りに来ましたね。はい、で実際こうね下がったりしてもなんか目がないですから、はい、この辺は黒の応手が、完璧ということですね。はい、なのでここは私諦めます。はい、ということでね、どこ行きましょうね次ね。やっぱこの辺の線が囲うの大きそうですね。はい、なので桂馬ぐらいで打つのか、あるいはギュッと押してね、グッと押したいですね、こういうとこはね。ギュッと、あ、秒読みが始まりました。秒読みがね 1.20 秒、ここからはね 1.20 秒なので、おそらくあまり喋らなくなると思いますけども、よろしくお願いいたします。さあ、グッグッグッとね押して、どうでしょう、ただね、なんとなく、あ、この切りね打たれちゃいましたね、先手でしたけど、まあただね、他にも大きいとこありますからね、多少取られてもこれはいいですね。ちょっと継ぎたくない形ですね。ここね、どうするんだろう、どこが大きいですかね。まあ、とりあえずここで一回ぶつかっておきましょう。はい、で、ここもね跳ねておきましょう。はい、そうですね、二段バネが当然ねいい手ですねこれね。はい、でそれからどこですかね、ここの跳ね継ぎか右辺、ここね守るか、この辺しっかり入ってこないように、ね、守りましょうね。ここまだ幅広いですからね、ちょろちょろちょろっと入ってきちゃいそうなね、感じもありますので、しっかりと止めておきます。ここで跳ねるか伸びるか、まあ、跳ねたいですね。跳ねておきましょう。はい、でこれをね戻っておきまして、まあ、これで右辺もねなんかね白結構固まってきたんじゃないかなという印象があります。これねもうどっちも大きいんでよくわかんないですけどね。ただまあ白ね込みがありますからね、白って、あ、これ下がり大きいんですよ、ものすごい大きいです。はい、で、これで大体ですね、でもねほとんどこれで、終わってきたのかなという印象の英語ですね。はい、でここ切ってくる手は読んどかなきゃいけないですね。まあただ今まだね大丈夫そうですね。はい、これも大きいですね。はい、これも非常に大きい。はい、して、でも大体なんか終わりが近いですね、これで。当てて、まあ取ってくるんじゃないかなというところですが、はい、でこれはまあ一回ね先手かなということで出てみましょう。で、隅ね、そろそろ飛び込まれるとね、寄せとして大きいので、しっかり押さえておきます。はい。で、これね、跳ねてきましたんで、ここは言うこと聞いてね、しっかりと目を作っておきましょう。はい、これも当たりですからね、気をつけていきたいと思います。さあ、ここで、あ、そうですね、これもね、いいですね、大きいんですね、非常にね。はい、で、ここ今度は覗きとかもあるし、切りはね、難しいんで、ちょっと怖いからしっかり守っておきましょう。はい、で、
これで、あとはここ、そうですね、鳥が大きいですね。はい。で、ここも繋いで、うん、なんとなくもう終わっちゃいましたね。早かったですね、この後ね。今なんて打ったんだろう。現在104手って出てますね。あっという間に終わっちゃいそうですね。これはどっち繋ぐんでしょう。まあ、こちらでしょうね。はい。はい、ということでね、前回ね、結構ね、あれですよね、早く、なんで終わってしまったんだっていうね、声もあったんで、今回はね、最後までいけそうですね。まあ、正直なことを言うとね、私ね、長い時間の動画の上げ方、いまいち分かってないんでね、それであまり長いの上げれてなかったりもするんですけども、はい、今回は時間的に、これぐらいだったらどうでしょう、大丈夫なんじゃないかなと思っております。まあ、ここまでいったらね、ポンって言ってね、終わらせてもいいんじゃないかなっていうところですね。はい。さあ、どうでしょう。ということで、さあ、もうほとんど終わりですから、頑張ってやっていきたいと思います。はい。そうですね。まあ、この後はね、やはり無理に入っていかないっていうのも大事ですね。白もね、結構大きかったですからね。ついつい5って打ってるとね、相手の方ばかりね、大きく見えるなんてこともね、よくありますけども、はい。まあ、この場合ですとね、右辺もね、かなり大きかったですから、まあ、入らずに、しっかりとね、作っていくと、勝ってる時というかね、自分の方が広い時はしっかりとね、自分の方を広げていくっていうのもね、すごく大事な考え方なんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あとはポンポンポンと出ていって、だいたい終わりですね、これね。はい。こちらね、押さえて、はい、もういくらもね、はい、そうですね。で、ポンポン出ましょう。はい、これはね、今までで最速なんじゃないですか。さあ、これは今現在130手ですね。もうすぐ終わりですね。で、それからあとはこちらとこちらですね。これ当たりしておきましょう。はい、これでどうでしょう、終わりましたかね。はい、これでそうですね、もう終わりましたね。はい、あとは終局待ち、パスですか、パス待ちですね。はい、これでパスパスで終わりだと思いますが、どうなんでしょう。あ、入ってきましたね。お、ここ入ってきました。ここで最後ね、こういうのね、きっちりと入ってこられますとね、はい、しっかりと取ってね、終わりにしたいなっていうところなんですけどね。これどうでしょう。確かね、まあ、これ桂馬の時ですけどね、桂馬の時に、まあ、撮る動画ね、上げておりますんで、もしね、こういう石の取り方わかんないよっていう人はね、そちら参考にしてもらいたいと思うんですが、はい、これね、ここで置くのが大事ですね。押さえちゃうとね、駆け継がれてわけわかんなくなりますからね、ここで置くのが大事な手筋ということになります。はい。まあ、これはですね。で、そう、ついでからね、まあ、こっちに打ってもこっちに打っても、あとはいいですね。どちらも大丈夫です。はい、これで、そうですね、まあ、こう来てもですね、これ、こっち当たりするとね、こうになっちゃうんで気をつけてくださいね。下がる手が、これもね、大事なところになりますかね。はい。で、こちらに来た時に、そうですね、これもこちらの方にですね、しっかりと打っておきまして、あ、まあ、跳ね打ってからでもいいですね。あ、どっちもいいですね。はい、で、こう来て、はい、これで押さえてもね、これか、石じゃないですからね、これいつかここね、当たりになると継がなきゃいけないんで、これ三目中手で取れています。で、あとはまあ、ここ切ってきても取ってね、取れますんで、まあ、ただこの辺ちょっと怖いんでね、一手しっかり入れておきましょうか。まあ、実際多分ね、なんとかなるかなというところでもあるんですが、はい、これでまあでもね、取れてれば、特にね、まあ、損はしてないよというところですね。はい。ですね。ということで、どうでしょう、この辺りでパスにしてもらえないでしょうか。あ、まだ来ましたね。ということは黒さん負けてるなと思ってるということですね。ただまあ、ここまでね、石があるんで、まあなんとかね、なるんじゃないかなと。こういう時はね、大体取り方のコツっていうのは、そう、辺とかで、やっぱ目って作りやすいですから、こういう風にね、上に出しちゃうことですね。っていうのも、こう上にもう仲間がうわー待ってますからね。はい、なんで、こういうのはまず辺でね、目を作らせないっていうのが大事です。結構序盤とか中盤だったら中に閉じ込めてしまうっていうのが大事ですけどね、こういう終局間際で入ってきた場合には上に逃がして真ん中の壁にぶつけていくっていう方が目っていうのはね、取りやすいんじゃないかなと思います。はい、ということで、これはですね、さあ、頑張って取っていきますよ。さあ、これはね、こういうとこでもね、最後ね、やっぱ嫌だよって人もね、多いんじゃないかなと思うんですよね、結構ね。入ってきた石をね、しっかり取り切るっていうのはね、大事ですからね。はい。
さあどうでしょう、そろそろねパスをしようか悩ましいところですが、はい、最後ねダメ詰まり気をつけましょうね。なんかねボンと、まだ大丈夫ですね。 1,2,3,4 個ありますからね。はい、しっかりと取っておきましょう。さあこれでいよいよですかね。はい、ということでこのあたりでパスになると思います。さあどうでしょうか。さあこの辺でどうでしょう、アウト。さあまだここ来ました。これはね継がないと、これはそろそろいいでしょうね、そろそろ。さあこれで終わったと思います。さあそうですね、まあね本当にね今ね私もこうやってね打ってね見ていただけるってのは本当嬉しいんでね、嬉しいですね。はい、こう一人で打ってたらねそろそろねパスとか言ってね取りに行きたくなっちゃうんですけど、これ今日はね最後までしっかりね来られたのを受け切りたいと思います。はい、さあさあさあこれはねどうでしょうかね。もうこの辺でねパスでどうでしょう、パスでね。はい、あパス、はい、そしたら私もパス。はい、ということでまあなんとか右側の方が大きかったということで、なんとか3目半勝ちということですね。はい、ということでありがとうございました。はい、そうですね、今回ね非常に右と左大きくてね、私も正直言うと形勢判断してないんでね、ドキドキ、最後までね負けたらどうしようという感じだったんですけど、なんとかね、3目半勝つことができました。はい、ということでね、まあシンプルな一局ではあったんですけども、何かね、まあ参考になる部分があれば幸いです。あ、なんかもう次が出てきた。これごめんなさい。辞退。はい。ということで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。毎日ね、いろんな動画上げておりますんで、ぜひともチャンネル登録、高評価、できましたらよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。